本日もソレイユ閉店業務完了であります。にゃはっ。コロコロコロコ、みんなももう帰った。ちなみにショコラは上で着替えてる。仕込み手伝うことある？あれば手伝う。了解した。テレビでも見てることにする。でもその前にご主人にお伺い。いい？今日の後半、ココナツがやたらボケっとしてたんだけど、何かあった？具体的に言うと、通販伝票ミスりまくり。私がフォローしといたから問題はないけど、何か心当たりが？主人は猫時頃だからね、いろいろ仕方ない。何やらショコラもムラムラしてたし、ご主人の変態。主人、私は急用を思い出した。失礼つかまつる。ご主人様、ご主人様、お仕事終わりましたか？終わりましたか？なるほど、そうですか。終わってないのですか？いつ終わりますか？どのくらいで終わりそうですか？ですね。ショコラは欲求不満なのです。子猫として困るので、どうにかしてほしいなって思うのです。だってですよ、最近ご無沙汰ってやつだったじゃないですか。それなのに昼間にムラムラしちゃってから、ずっとムラムラなんですにゅ。むしろ今までちゃんと我慢したんですにゅにゅ。バニラが楽天市場から届いた動物 DVD に6時間は夢中ですし。
ご主人様。